もうね、爽快ですっごく気持ちいいことが起きたんですよ。スイカゲーム。ちょっとハマりすぎ。ここの桃がここに降りてほしい。桃降りろ。桃をね、どうやって降りさすかがすごく問題なんですよ。スイカゲームの魅力は、マジ時間泥棒魅力、うん、それぐらい魅力的なゲーム。時間を忘れてしまうぐらい熱中してしまいますっていうのも悪いとこです。上がった。